年間チャンピオン決定戦、勝った方が年チャン、あ、勝って優勝、大城あかり選手が勝って優勝すれば大城あかり選手が年間チャンピオンですね。鈴木みくる選手が勝てばもうそれで決定ですね。さあこの試合とうとうね、ちゃんとさすが2人がね、ちゃんとこういう状態で来ましたね。さあまず 1.17、さあ大城あかり選手先行のゲーム、さあ100取って手堅く100ですね。いやカバーしていきます。珍しくね、鈴木選手ロースコア、その間に大塩選手がトリプル絡めてくる。あかりスマッシュ出ましたね。少し危険な兆候か。217から、そして250、そして隣ですね。236から、いやー100取って136持ってきます。さすが142から、さあ122から62残り、10トリプル、うわースーパーレンジ142を32まで持ってきます。さあ86から、あー違う、56から16ですね。さあそして16ダブル一投目、いや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 、もうほんと多分何も邪魔してないんでしょうね、グリップからあの腕の振りまで何も邪魔せずに投げれてるんですよね。何も邪魔せずに、you
さあここもキープキープで、さあ大城選手としてはブレイクしたいラウンドですね。いや限りなく140に近い60ですよ。ここもね140のような60。さあ100取って281。さあ一歩も譲らずセイムスコアで、ここで60から221から161から、いや140取って141残り281から、あっとここで大きく後退、140から、80からですね、60から、で60、80から60。いやーすごい、アレンジからの20ダブル。今日完璧ですね、ほんと。いやー、おとといのピーター・ライトと対戦してほしかったですね、この調子で。いやいや、こんなにダブルが入るんですね。いや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 。恐るべし鈴木みくる。もう大城あかり選手としてはね、もうこれちょっとどうどうやってねきっかけをつかむのか。いいグルーピングしてますけどね。さあ100取ってきます。さあ大城選手、ここはもう本当一矢報わないと、向きないといけない局面ですね。さあ来ました、355から、335から、いやいいですね、この100はいいです。
この100を返す。あーと徐々に徐々に上がり目が近くなるにつれて、鈴木選手のねこの60の精度が生きてきますよね。さあ81取って160残り274。さあここに1投目欲しいですね。よっしゃ。そして19、で19行ってからのズルっていうね、1投目来たら上がり目が出せるんですけど、140から、そして120残り193。ここは140欲しいですね。100、140、173からもう一本きた。140、こういう強さがある。さあ100残り来そうですね。トリプルダブル、いやーこれなんだこれいやいや、1回のもう今日も見たところ入る感じですね。